の。な、何？私急いでるんで。私も興味があります。話から察するに、そのお相手はた野球部。いい。そうなの。そうだよ。アスカが女子アナ。野球って速い球を打つ。プロ野球選手は忍びをやっても。すごい。野球選手は手裏剣を刀で打ち返すことも。それでどうするのですか。どうするって言われても。俺たちは忍びだ。それを忘れるな。わかってるって。それぐらい。それはこっちのせい。打撃練習を。一人で？はい、自主トレですから。人より多く練習したいんです。俺にとって野球は特別だから。鈴木くん、名前。いや、私はアスカ。アスカさん。この愛俺と月なんて。だから俺のことを知ってくれると嬉しいです。週末に試合があります。もしよかったら見に来て。ねえ、ちっちゃ。おお、アスカか。ま、半蔵様。よせよせ、キリア。わしはもう引退した身じゃ。急にどうし。みんなに昼飯を。やったー。お寿司だ、お寿司だ。おい、お待ち。じっちゃん特製の太巻きだ。ほら。とてもぶっとい。いただ。うん。何？最近色恋にかまけておるらしいな。アスカ、お前はりょ。じっちゃん。お前のお父さんはそこまで。そう。だから相手じゃないって。アスカ。え？力は刀と盾のついでなければならない。わしが言ったことを。お前の力はただの刀だ。力というのは刀と。た確かに忍びの色恋は難しい。ありがとね、じっちゃん。鈴木くんも頑張ってね。してていい天気。おっとっと、ごめんね、いきなりぶつかっちゃって。ううん、大丈夫です。あなたこそ怪我してないですか。私は全然平気です。それじゃ。なんか慌ただしい子だな。ん？ん？
財布の中には500円しか入ってないけど。でもお金はお金、私の大事なお小遣いです。絶対に財布を取り返してみせる。なかったね。
った。財布を持っている子に逃げられた。デカ父女、ほら財布だ。取り返してやったぞ。ありがとうございます。デカ父女じゃありません。私の名前はアスカです。それであなたは？私はホムラだ。ホムラちゃんって言うんですか。財布を取り返してもらったお礼をさせてください。結構だ。そんな遠慮しないでください。500円でなんかおごっちゃいますから。遠慮しておくよ。ああ、行っちゃった。ホムラちゃんか。財布を取り返した時の動きすごかったな。なんか格闘技でもやっているのかな。うん、私ももっと頑張らなくっちゃ。